皆様こんにちは、数学ラブです。図形の面積を数学するということで、今回は丸1の部分の面積を求めてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。合同な60平方センチメートルの正六角形が2つ図のように重なっています。丸1の部分の面積はいくつですか？答えは20平方センチメートルです。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。この2つの正六角形はそれぞれ中点でこちら重なっているということですので、この赤の点線のようにこの緑の部分を分けていくと、こちらの正六角形のこの緑の部分2つに分けると、こちらとこちらに分けることができます。ということは、求める丸1のこの白い部分の面積ですね、こちらの面積はこの三角形と同じになるということが分かります。そしてこの丸0の面積というのは正六角形1つの面積の6分の1にあたりますから、今正六角形は60平方センチメートルということが分かっていますので、60平方センチメートルを6で割ってあげると10平方センチメートル、この丸0の三角形の面積は10平方センチメートルということが分かります。では丸1の面積というのは丸0の正三角形の高さが2倍となっています。つまり丸0の三角形の高さ、こちらの2倍になっているということが分かりますので、この丸0の面積10平方センチメートルの2倍が丸1の面積となりますから、求める答えは20平方センチメートルとなります。いかがでしたか？今回は正六角形2つからなる図形の面積について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。